バチコイ心理学。ラジオネームトマトさん、ありがとうございます。あ、トマトさん、ありがとうございます。はい、高齢者の注意機能の話を聞いていて、認知症の方にも同様ですが、刺激を減らした方がいいという内容が何度か出てきました。あ、なるほどね。で、またこれまで、自閉症の方に対しても構造化をして刺激を減らすようなことが有効だということを学びました。そこでもしかしたら高齢者、認知症患者、自閉症者への基本的な対応の仕方は似ているのではないかと感じました。実際のところどうなのでしょうか、というすっげーマニアックなお便りですね。なるほどですね。マニアックですね、確かに。これは心理学オタクにざわざわさせるようなお便りですね。でも、まあ、何ですかね、高齢の方であれ、自閉症の方であれ、そうじゃない方であれ、何でもそうだと思うんですけど、その人に刺激を合わせてあげるってことは、まず大事なんですよね、心理学的には。うんうん、だからその人に合った形で対応する必要性があるので、刺激少なくするっていうのが必要だと思うんですけど、その方にとって刺激が少なくて理解しやすいっていうのが何なのかってことだと思うんですよね、きっと。だから、高齢の方だとその情報量を少なくするですとか、それこそ発達障害とか自閉スペクトラム症の人とかだと視覚情報がいいか聴覚情報がいいか、あるいは触覚情報が嫌かとか、なんかそういうのがあるので、逆にそれに合わせて情報量をその絞ってあげた方がいいことだと思うんですよね。なので、その一概にその全員に対して同じ刺激調整をする、刺激量を少なくするんじゃなくて、人っていうか、その障害特性に合わせた刺激量の調整をしてあげるといいんじゃないかなとか思いましたね。そうね、最終的には個人によってその得意不得意っては違うので、そこに合わせるっていう面ではまさに青木君の言う通りだと私も思います。はい、あとね、どうだったかな、大分県立看護大学だったかなの、看護の方かなの修士論文か博士論文で、ティーチっていう自閉症のお子さんの、療育方法あるんですよ。はいはい、環境整えようってやつ。で、それを認知症の方の老犬かなんかに応用した研究があって、はいはい、結構使えそうだっていうデータが出てるんですよね。うん、だから多分ね、その最初学ぶ基本的なやり方は似てるんだと思う。うん、例えばその自閉症の方たちとかは割とその注意が選択的だし、複数の刺激が同時にあると結構困っちゃうんですけど、認知症の方の場合は今度失認失効って言って、すごく分かりやすくないと作業間違っちゃう。例えば歯磨き粉と洗顔料一緒にあったら歯磨き粉で変わろうとしちゃったりするから、その間違いがないような環境を作るっていう面では、なんか最初ね、どういうふうにやったらいいか学ぶんだったら多分共通点多いと思うんですよ。なるほど。そのティーチーっていう形で、その人の刺激を絞ってあげるっていう方法を学んだりするといいんですかね。多分ね、そっから入った方がなんか勉強しやすい気はしますね。なるほど。じゃあティーチーを勉強しましょう。はい、療育の本買ってください。でも、ちなみにですけど、情報量少ないのは方がいいのは誰でもそうで、東京の地下鉄のマップパッと見て行けるかって話なんですよね。それの方がいいか、 Google 先生に聞いて池袋まで行きたいんですけどルート示される、どっちが楽かっていうことですので、一目瞭然ですよね。情報は絞ってあげましょう、誰に対しても。皆さん、東京の地下鉄 の, かんあの路線図を見てください。バチコイ心理学。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。